伊勢神宮はアマテラス。伊勢神宮はアマテラス。伊勢神宮はアマテラス。太陽神夜でー。アマテラス知名度向上委員会の提供でお送りします。今日の神社は奈良県の春日大社です。春日大社は藤原氏の氏神様を祀る神社です。神様は鹿島神宮、茨城、から移した武三和知能を祀っています。アマテラスの使いとして、大国主と国譲りの交渉へ地上に来た武人ですね。鹿島神宮の近くに三笠山があるように、春日大社の近くにも三笠山、別名、春日山、があります。全国に約1000社ある春日神社の総本社で、世界遺産に登録されています。有名なこちらの中門は、江戸時代初期に建立された重要文化財です。20年に一度、御殿の建て替えと、神宝の新調される、式年造替は1300年続いてます。無病息災や感謝の気持ちを込められて、約3000基の灯籠が灯る、晩灯籠は幻想的な世界が現れます。また、平安の正倉院、と言われ、刀剣、甲冑、美術工芸品などの国宝、重要文化財を多数所蔵しています。ぜひご参拝ください。今日はここまでです。ありがとうございました。岩戸といえば、アマテラス。岩戸といえば、アマテラス。岩戸といえば、アマテラス。天の岩戸神話やでー。アマテラス知名度向上委員会の提供でお送りしました。